突然ですが私はトイレが大好きです小学校2年生の時に頻尿になってからトイレを探す毎日が続きトイレを探すことが癖になりそれがきっかけで私はトイレを愛してやまなくなりました悩んだり怒ったり泣きたくなったりそしてそ,こそんな時に行くのがトイレです トイレがないってなっただけで私はもう不安でいっぱいになりますトイレのことばっかり毎日考えているので夢の中にはトイレがしょっちゅう出てきますでそこで私はなんとかそこああおしっこがしたいと思ってトイレに行くんですけどすっきりしなくていつも悔しい思いをしますでただ起きた時にあ漏らしてなくてよかったって思うことがしょっちゅうですえ皆さんにも今日は 私がどれだけトイレを愛しているかその愛が少しでも伝わって少しでも皆さんにトイレを愛で思ってもらうためにお話ししたいと思いますさて皆さんトイレについて皆さんはどのようにお考えですか当たり前にある普段の日常生活でとても当たり前にあって意識することもなく使っているし感謝することもなく使っていると思います、まあ、もし感謝するとすれば お腹が痛くなってトイレに駆け込んだ時にあここにトイレがあって本当によかったって思う時ぐらいだと思いますただ人が生まれて一つの場所に住み始めて定住が始まってから実はトイレの戦いというものがありましたそしてトイレの戦いっていうのは今でも実は連綿と続いているんですえ皆さん水洗トイレがいつ生まれたかご存知ですか 実は今から4000年前メソポタミア文明の遺跡からトイレが見つかっていますそこで使われている水洗トイレっていうのは今の水洗トイレはちょっと違って川の水を町に引き込んでそこにうんちおしっこを落とし込んでそれを川に押し戻すという仕組みですでローマ帝国の時にはこのトイレというものが全盛期を迎えます町中に公衆トイレが設置されますししかしながらキリスト教の教のえで トイレというものは不条であるというところから公衆の場から姿を消してしまいますなんで公衆のものだったトイレが個人のもとのもののトイレとなりそこで出てきたのがおまるですうちの中でおまるにうんちおしっこ用を足すわけですがその中身をその当時の人たちはどのように処理していたでしょうか階段を降りるのがめんどくさいなと感じ始めた人たちは 窓から外に投げ捨てるんです道路はうんちやおしっこでべちゃべちゃですし街を歩いてると上からうんちおしっこが降ってくるわけです最悪ですそれを避けるために生まれたものが今やおしゃれアイテムとしてなっているハイヒールもしくはつばの広い帽子だったりマントと言われてます必要は発明の母なんですねで うんちやおしっこが街にあふれていて、まあ、汚い臭いだけで済めばいいんですけどもそれだけじゃ全然済まないんですそれが原因でチフスやペストなど伝染病が流行ります大流行しますで14世紀中頃には、えー、世界人口の3分の1がそれで命を落としたと言われてますもうどうにかせなきゃいかんってことで16世紀頃になって初めて、えー、現代型の水洗トイレというものが発明されました これによって建物にたまってたうんちおしっこが川や海などに運ぶことに成功ができたわけですただこれでは完璧じゃなくて20世紀になって下水処理施設この下水処理技術が発明されて安全で衛生的なトイレというのが完結することができましたじゃあその時日本ってどうだったんでしょうかえ日本では 鎌倉時代ぐらいからお寺にトイレというものがどんどん設置されて一般化していきますその当時の日本ではご飯を食べてその後うんちおしっこを出してで,できたものを集めてで肥料にするために寝かしてそして作られた肥料を畑野菜を育てるために使ってでその育った野菜をまた食べるというような循環型の暮らしというものがそこにありましたで 江戸の町では日よけと呼ばれるうんちおしっこを貯めるための桶を持った人たちが長屋のあるを訪れてそのうんちいくらで売ってくれっていうような状態ですこの当時うんちおしっこは価値あるものだったので金比と呼ばれてました当時の日本は鎖国をしていたので輸出入に制限がありますなのでその時の日本はほぼ完全な循環型の暮らしというのがされていましたただ 開国されますとその循環型のサイクルっていうのは少しずつ崩れていきます人は仕事をも求めて都市にどんどん集まってきます人が集まるとそこで生み出されるのはうんちやおしっこです必要量以上にうんちおしっこが集まると価値はどんどん下落します今までお金で売れていたうんちやおしっこというものがそれからはお金を払ってうんちおしっこを運んでもらうそういうものになりました さらにボットン便所にたまったウンチおしっこはバキューム化を使って、えー、農村部に運ばれていきますその肥料を作るのにもだんだんお金がかかってきますそして海外からは安い化学肥料が輸入されてきますウンチおしっこを肥料化するコストがかかるのに比べて海に捨てた方が早いし安いということで出てきたウンチおしっこを海に捨てるということが始まりますそしてその海に捨てることが 環境問題、環境破壊につながるということで、禁止されてからは、下水処理技術が日本にも導入されて、今のような形で、安全で快適に、不自由なくトイレが使えるように日本もなったわけです。じゃあ、考えてみてください。今、私たちが使っているトイレですが、世界に目を向けると、果たしてどうなんでしょうか。国連によると25億人の人のたちが 定期的にトイレにアクセスできない状況が今でも続いていますそして10億人の人たちは屋外で排泄することを余儀なくされていますその人たちがほとんど住んでいるのは新興国です新興国は今人口が爆発的に増えてます人々は仕事を求めて都市に集まりますただお金がないので住む場所は 上水道や下水道インフラの整っていないスラム地区ですえ。この写真は私が今働いているケニアの最大のスラム、キベラになります。ここにはもちろん上下水道インフラはありません。ただ公衆トイレは数少ないですが存在します。ただこのトイレを使うのには10円や5円、お金がかかります。そして夜、このトイレに行くことは大変危険です。子どもたちや女性がそこのトイレに行くなんてことはもってのほかです。 じゃあお金がない人そして夜トイレに行きたくなった人はどうやって用を足すんでしょうかその一つの方法がこれですフライングトイレです名前の通り空を飛ぶトイレですこれはどうしてもトイレ行きたくなったでもトイレないどうしようってなったらとりあえずそこにあるビニール袋にうんちっていう感じです ただ、家に置いておくとすごく臭うのでこのトイレを外に向かって放り投げるんですだからフライングトイレなんですじゃあ投げた先どうなっちゃうのこれはその木べらの一角です土山のようにビニール袋に入ったゴミが積み重なってますしこの中の半分ぐらいはそのフライングトイレうんちおしっこが入ったものですビニール袋は破れて簡単に外にこぼれ出します そしてそのそばではこの写真にも映っているように子どもたちは楽しそうに泥で遊ぶんですこの泥うんちおしっこが入っている可能性すごい高いですその手のまま彼女たち彼らはご飯を食べますだから下痢になる子がすごく多いんですユニセフだと一日に1400人の子どもたちがこれで命を落としています何とかしなきゃいけないですじゃあ先進国が取った 方法を取ることが一番いいいかもしれないだけどもそれができないんです水がないんです8億人の人たちはいまだに飲む水を手に入れるのに苦労してます先ほどのスラムでも上水道がないので生きるための水を手に入れるのが精一杯ですそんな水をうんちおしっこを流すためなんか使うことはできませんそう だから私は今ケニアでこの問題を解決するために働いています私が今作っているのは循環型無水トイレシステムという新しいトイレです名前の通り水を使えませんそして出てきたうんちおしっこを肥料にして土に戻す循環型の仕組みを目指していますここで目指している私たち私のありたい社会の姿っていうのは食べて出して 集めてまた肥料にするために寝かして野菜を育ててその野菜をまた食べるっていう循環型の暮らしです皆さん見覚えありますよねそうです私たちが日本でやってたその暮らしです、ま、たその私はその暮らしをケニアで実現したいと思ってますなぜ私が循環型にこだわっているかというと人口が増えると水の問題と合わせて食料の問題が出てくるんです私たちのうんちやおしっこにはまだまだ使える栄養素が残っている だからその資源を賢く回収してまたそれを土に戻すことで環境に優しい社会というのが持続できますこのコンセプトは十分分かっていただけるケニアの人たちも分かるかもしれないけども昔のようなボットン便所だったらこんなの使いたくないってなかなか受け入れてもらえませんだから私たちは快適性にもこだわってます私が作っている循環型無水トイレはうんちおしっこを分けて回収することができます これによって匂いのもとであるアンモニアの発生を抑えることができますこの循環型の暮らしということそして快適なトイレということをこのアイデアをケニアの人たちに伝えて理解して共感を得てそれでケニアにこれを普及させていきたいそれが私の毎日の活動ですイギリスで500年前に現代型の水洗トイレが開発されてから今私は次の世代につながるトイレ というものを開発しているそんな意気込みで毎日奮闘しています私はこのトイレをケニアで成功させた後やりたいことがありますそれはこのトイレを日本に持って帰りたいことですなんででしょうかそれは日本が地震大国だからです一度大きな地震が起きると高い確率で断水が起きます断水が起きると今ある水洗トイレは使い物になりません たとえ水道が治ったとしても下水道管や下水処理場が壊れたままだとトイレは使えないんです仮設トイレはもちろん来ますが回収するためのトラックが来なかったら使い物になりません私たちに残されているトイレの方法はビニール袋にうんちを執行してそれを回収場に持っていくまさに私がスラムで見ている生活をしなければなりません次に起きるかもしれない災害に立ち向かうためにも 上下水道イインフラに依存ししないトイレの開発が今から必要だと思っててますそして水を使うことも日本ではあのもったいないと思っています、えー、日本は水が豊かな国と皆さん思っているかもしれませんが決して豊かではないんです雨は多く降るんですけどもためることができませんすぐに海に流れ出してしまいますそして水日本は水を輸入する最大の輸入国としても知られています 食べ物をたくさん輸入してますがその食べ物を作るために海外で多くの水を使っています日本でそれだけの食べ物を作ろうとしても水がなくて賄うことができないんです水を作るために私たちはたくさんのエネルギーを使ってます川上から川下まで浄水処理下水処理これを繰り返して再利用してなんとか使ってます分かりにくいかもしれませんが日本でも今水面下ではトイレとの戦いは続いていますし 災害がひとたび起きるとこの戦いに私たちは直面する可能性がありますだから私からこの戦いに向かえた準備として提案があります皆さんトイレに愛を向けてみませんか今まで意識してなかったトイレに意識を向けて考えてみませんかトイレを考えることそれは今の私たちの環境そして 私たちの未来の環境を考えることにもつながります恥ずかしがらずに皆さんトイレを愛してみましょうすごく簡単なことかもしれませんが例えば皆さんトイレに代償洗浄機能がついているのご存知ですかちゃんと使い分けてみますかあの機能は日本で生まれたもので海外ではとても絶賛されています正しく使い分ければ家族4人の場合年間2000リットルの水を節約できます あとトイレをするのに、まあ、必ず必要なトイレットペーパー使いすぎていませんかねトイレットペーパーって実はうんちに比べて流すために使う水とか処理に使うエネルギー多いんですなのでこれをちょっとでも減らすことっていうのが環境のためにもエネルギーを削減するためにもすごく役に立つんですトイレっていうのはそこが決して出口じゃなくて実は入り口なんですうんちの旅ってそこから始まるんです そのたびに少しこう思いをはせて考えてみることそれが実は環境にを考えることにつながっていきます皆さんが少しでもトイレに関心を持ってちょっとずつの愛を注ぎ込んでもらうことそれがこの後の将来的な環境にもつながっていきます今言った少しの改善活動行動は今の環境を変えるのにも役に立ちますし 将来的に循環型無水トイレが日本に入ってきたときの準備にもつながっていきます皆さんトイレに愛を向けてみましょう改めて最後にトイレに愛をありがとうございました